まず精神文化なんですよね。空手はスポーツでありながら、もちろん格闘技であり、精神文化であり、メディテーションであり、それから武器術を使う、そしてさっき言ったように手を使う、で足の裏をマッサージする、それで何か胃腸が起きたら薬草を持って使う、それで足肩が痛いって言ったらまたオキュパンクチャーのいう空手の持っているいわゆる鎮圧っていうのを使いますね。そういうのをしてやるのがブビシといいます。ブビシ、月筋経と潜水経。月筋潜水というのは今でいうラジオ体操の原点になっているんですよ。ラジオ体操するところが出ているんです。それヨガなんか、そういうのをひっくるめて医学であり、なんていうの、足の裏のマッサージであり、オキュパンクチャーであり、薬学であり、そういうなんていうの、リラクゼーションであり、そういうのがひっくるめて空手という文化なんですね。ですからそういうような文化の面で突出して普及するためにはスポーツ的なものが流れていって、今ではスポーツ空手、いわゆるマーシャルアーツ空手、そしてハンディキャップの空手、女性ウーメン空手、キッズ空手、オールドメン空手という分類されるわけですけど、いつまでも若くないからどうしてもスポーツ空手は若い時はうちはできるけど、年いくとそういうのは徐々に、まあ、人間限界ありますからね、落ちていくんですけど、それをどう持続させていくかっていうのが空手の本質なんですけどね。ですから何て言うのかな、いわゆる精神文化を持って、そして武器術もやり、そして薬学もやり、そういうふうなものの昔のものを大事にしていくという考え方。つまり小学校で僕らが学校で童謡唱歌を習いました、で民謡を習いました、そういうものは消えないんですね。流行歌は流行歌ですから、はい、消えていくんですね。僕はブラームスとバッハとかシューベルトとかそういう作曲家コンポーザーが作ったものは長い間消えないんですよ。でどこの世界でも今オーケストラはあるわけですね、うん、流れてる、昔の音楽が流れてる、消えない。エジプトのピラミッドも、マヤの文明も、インダス文明も、インドの文明も、イギリスの文明も、古いものは消えないんですね。消えない。でも新しく作っていくものは地震とかで倒れていく。これは昔の作った建物っていうのは何千年もイタリア、ローマ、ギリシャ残ってる。そういう伝統的なものは残る。空手もそういうのも同じで、伝統的文化としての世界遺産として残っていくという感じで、スポーツ空手とは違う何て言うかな、文化を持っているのが沖縄の空手であり、それが長い間経っても今の音楽や世界的遺物、世界的大事にされているもの、そういうのが沖縄の空手だと思いますよ。